番はベテランの鳥さんです。飛んで登場です。あちら側にご注目ください。大きなフクロウさんがちょっと風に煽られながらでしたけれども、かっこよく登場をしてまいりました。皆さんちょっと拍手が物足りないですね。ありがとうございます。ではこちらに頑張るフクロウの仲間ご紹介してまいりましょう。種類を足に作っています。足に作るお名前はカムイちゃんです。カムイちゃんはこんな感じで本当に大きな体、大きな翼で皆様の方に向かって何度も何度も飛んでやってまいります。活力満点の、反応ありがとうございます。はい、活力満点のカムイちゃんのショーを皆様ぜひお楽しみくださいね。さて、フクロウさんと言いますと夜行性のイメージが非常に強いと思います。そのせいで受けがちな誤解があって、お客様からはよく昼間明るい時間帯は目が見えていないんじゃないのって聞かれてしまうんですね。でもカムイちゃんどうでしょう。あ、今こんな感じで明るい時間帯なんですが、ちゃんと私のことを見つけて飛んでくることができてますね。見つけた？見つけました。すいません、頭の上も失礼いたしました。はい、こんな感じでね、飛んでくることができております。昼間でも、そうなんですよね、ちゃんとね、頭が良くて、見つけて飛んでやってまいります。はい、昼間でもちゃんと目が見えているんです。なんと、人間の1階から5度も、までもよく見える目を持っておりますので、まあ、カムイちゃん、残念ながら、私のことが好きで、私を見つけて飛んできているわけではないんです。今、私が手に持っております小さなお肉のかけらですね。これを見つけて、はい、いい目で見つけて、ちゃんと飛んでくることができているというわけなんですね。はい、フクロウさん、かわいいお顔をしておりますが、肉質の鳥さんですので、もらっているご褒美のご飯も小動物のお肉です。さあ、そして先ほどからカムイちゃんも、グレーと大きな声でお返事をしております。先ほどのカラカラのウルちゃんはピエピエずっと言ってましたね。あれご飯ちょうだいの声でした。カムイちゃんのこの時々なくグエーっていう声もこれです。今言いましたね。これも私に向かって早く次のご飯ちょうだいって言っている声なんですね。はい、先ほどのウルちゃんはすごくわかんないっていうふうに言いましたけど、カムイちゃんベテランのもう立派なお前のフクロウさんです。でも私たちスタッフの手からずっとご飯をね、カムイちゃんもらい続けておりますので、いつまでたってもこの可愛らしい声では私に向かっておねだりの声を出してくれているというわけなんです。さあ、今度カムイちゃんあそこ行って、よいしょ、あらあら大丈夫。さあ、私の腕戻りましょうか。ちょっと私のグループに爪が引っかかってしまったみたいですね。はい、から飛んできてください。そして、フクロウさんというと今ね、カムイちゃん何度も飛んでおりますので、皆様何度もつくって思ってもらってると思うんですけど、翼がすごく大きい。カムイちゃんも翼を広げると、まあ、1.5 メーターぐらいにはなってしまうかなと思うんですが、すごく大きな翼をしております。なので飛んでくるときバサバサと大きな音がしそうじゃないですか。ぜひ音注目してみてください。カムイ飛んでだよ無視しましたね。あの、目がいいという話をねしてしまいましたので、無視をしているのがバレてしまいます。カムイちゃんここですからね。どうですか、羽ばたきの音聞こえました？もう本当に静かなんですよね。可愛いですよね。はい、とても静かです。羽根がとても柔らかいというのと、羽の先端の構造が、消防効果を担うような構造になっておりますので、音をさせずにカムイちゃんね、飛んでくることができております。さあ、それではカムイちゃんも一生懸命飛びましたが、次の主役がもう準備ができたと合図が来ておりますので、あと1回私の腕に飛んでくることができたら、そろそろ次の主役にバトンタッチをいたしましょう。はい、無事最後までね、私の腕に飛んでくることができました。それでは皆様の前でご挨拶をさせていただきます。こちら2番手頑張りましたのは大きなフクロウの仲間で、バスミミズクのカムイでした。ありがとうございます。